福谷ゆりさん。ママのお手伝いしてくれねえな。シングルマザーとして3人の子供を育てています。今日のご飯何ですか？何だったそれ？魔法豆腐。魔法豆腐。はい、じゃあいただきます。長崎県出身の福谷さんは一昨年6月夫を不慮の事故で亡くしました。パパいないと寂しいね。ね、パパいたらな。大好きだったね。夫が亡くなって2年近く経ち、4人での生活にも少しずつ慣れてきました。パパがいなくなったからパパの代わりにお手伝い。ねえねえ、そうだね。ママの手でやる。けなげに家庭を支えようとする子供たち。ご飯いっぱいあんねん。それだけに福谷さんは子供たちに寂しい思いをさせてはいないか不安になることもあると言います。三男坊も早く迎えに来てってそうけどね、パパの代わりにママも働いてるから協力してねって言って、誰に弱音を吐いたらいいか悩んでいた時、救われたのが SNS でした。同じように悩む多くの母親の声が届いたといいます。やめてくれるもん。もう孤独なんですよね、とりあえずシングルマザー。コロナになって一番シングルマザーの人が一番先に雇用を切られるっていう、でそれで家も借りれないし、なんかそういう現実をなんかたくさんこう見たというか、いやでも絶対変えなきゃいけないだろうって。コロナ禍があらわにしたシングルマザーゆえの窮状。オンライン上だけでなく母親たちが助け合い寄り添い合う居場所を作りたい。そのために思いついたのが空き家の活用でした。入居審査が厳しいシングルマザーにも空き家を貸してくれる不動産を山梨県内で見つけ、一念発起し山梨へと移住してきました。そう、生活したくてもできないような人だったりとかっていう方々の場所にしたいな。そういうただいまって言える場所がなんかいろんな地域にいろいろあると、もうそれだけでお母さんたちって安心だし。福谷さん、さらにシングルマザー支援のコミュニティを広げようと、親子が集える交流イベントも初めて企画しました。じゃあお願いします。はい。イベント開始早々、続々と人が集まってきました。長野からです。ありがとうございます。はじめまして。あ、本当に。料理教室に絵本の読み聞かせ、会場には子どもたちのにぎやかな声が響き、同じ境遇を抱える母親同士、共感の輪が広がっていました。子育てとか、その仕事をどうしようかなっていうところとか、ゆりさんが実際に体験してきたからこそどうやってこう乗り越えてきたのかなっていうのを聞きたくて、パワーをいっぱいもらいました。一人じゃないよって、みんな同じ悩みを抱えてる言葉っていうのも知ってほしいし、こうリアルでこう会える場所があるとすごく心の支えにもなるんじゃないかなって。気をつけて帰ってください。本当にありがとうございます。わざわざすごいよかった。そうですね、よかった。助けてほしいと言って、助けてとか子供を見てとかもう言ってほしいし、言える場所を作りたいので、私は何でもやるぞって何でもむしろさせていただくっていうか、母親たちが笑顔で過ごせる時間が増えるように、福谷さんは家族と一緒に前を向いて進んでいます。